さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日は株90で行く、カトカワイワイサタデーということでですね、行ってみたいと思ってます。ちょっと名古屋からですね重要人物が来るということで、カッサンチャンネルのみんなと集まってワイワイやろうという話になってます。で今回、この株なんですけども、今ねこのプレス株の FI プレス株のですね新しい株の指数に変更して、ちょっとふわふわ感がちょっと解消されたかななんて思ってるんですけど、変えました。でそれとエンジンオイルなんですけど、車用のエンジンオイル、激安のトライアルのエンジンオイル入れてたんですけど、やっぱりまずいんじゃないかということで変えたんですけどね、その車あバイク用のねエンジンオイルに変えました。あと何やったかな、まあそんな感じ、まあこれつけたん言いましたね、メインコンテンツね、はい、まあ旅ね伝説シリーズってあると思うんですけど、今回ですね次の伝説決まりました。本当に決まりました。発表します。じゃじゃん、鹿児島伝説です。はい、原付で鹿児島に行くっていう、はい、このスーパーカブで行こうと思ってるんですけど、はい、スーパーカブで行く鹿児島伝説ね、もちろん下道ですし、でその言ってたのが、まあそのこのご時世ね、まあ土地も買ってバイクだけで生活してるカッサンがですね、やっぱ働かなあかんと、そんなのほんと旅行けないという話で、まあ行った先で働いて帰ってくるっていう季節労働者みたいな、そういう伝説やったらいけるんちゃうって話で、あの仕事あったらちょっと声かけてもらっていいですかっていうのを言ってたと思うんですけど、それで鹿児島のサムハウスさんの知り合いで募集してるとね、じゃあぜひそれ僕あのメンバー入れてくださいということで、まあ、どんな仕事するのかっていうのはまだちょっとおいおい説明しようと思うんですけど、10月の2日からも仕事っていうことで言うと9月の末から、行くということで、まあ、何日かかるんかな鹿児島行くのに、だから何日か前には出なあかんすよね。そうそうそう、もちろんトラブルもある。ただねその知り合いに言ったら、いや鹿児島にそれで行くのはええけど、でも仕事で行くんやったらやっぱり GSR で行った方がいいんじゃないとか、 NSR で行った方がいいんじゃない、まあ、250で行った方がいいんじゃないっていう話もあります。やっぱりそのほら迷惑かけるわけにもいかないんで、仕事でね、仕事で行くから、それはちょっとね自分の中で葛藤がありますね。そう、ほんまはアビーで行きたいって決まるんですよアビーで車中泊しながら行く鹿児島、でも鹿児島ほんまに遠いですからね、死ぬほど遠いですから、だからちょっと生半可な気持ちではいけないなっていうのはちょっとあるんですけどね。何日で行くやろ、4日ぐらいどうなんでしょう、はい、仕事なんでね一応。でもまあそうやって目標が決まったりするのはすごいいいことで、その10月だからもうそこですよ、もう9月のだってもう今上旬でしょ、ちょっと回したらもう出発ですよ。だそれに向かっていろいろちょっと連動企画とか、まあ、ちょっといろんなこと考えて準備しなあかんなとは思ってます。まあでも流れ的に言うと株なんかなと思うんですよね、うん、やっぱ株で長旅って案外やったことないじゃないですか、カッサンで。でやっぱ株数字持ってるんで、それなりに案外ベタやけど株で鹿児島はちょっと面白いかなとは思ってます。はい、そうそうそう、だからそれまでに不具合出しとかなんかいろんなことがあったらやっておこうかなというのはありますね。だからもう経費はあんまかけれないんで、まあまたキャンプしながらとか、まあ僕の場合キャンプっては野宿ですけどするのかみたいなありますので、まあ、ちょっと純不動にはなるんですけど、まあ、あのコロナ禍も明けてですね、こうそういうもともと本来やってた仕事のパフォーマンスっていう仕事もですね、まあ、ちょっとお話しいただけるようになりまして、来週は、小学校かな、うん、小学校でのパフォーマンスがあったりとか、あとフェリーのパフォーマンスがあったりとか、あとお仲間のね、あのエースケ、最近エースケ出てきてないですけど、昔は呼んでますけど、あ、幼稚園、エースケの幼稚園で
まあ、またパフォーマンスするみたいな。だ結構トン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 ってこうね、パフォーマンスの仕事もこう入ってきてるというところで言うと、すごい充実はしているのかな。さあ、カトカさんのところに到着しようとしておりますけども、カトカさんのところに来るときにね、おすすめな手土産を買う場所があります。それがですね、このまあここで中華を食べるのもいいんですけど、ここね、このね、前も僕買いに来たんですけど、さあ何買おうかな。あ、財布持ってかな。ワイワイ用にですね、ロールケーキ、買いました。で、土地をね、買わせていただいたお礼に、ご神物もここから送らせていただきたい。やっぱ全国ね、日本一周の旅の時にスイーツ巡りしてからですね、こういう僕そのスイーツのお店に来ることに抵抗が何らなくなったんで、それはすごい勉強になりましたね、はい、ということで、まあ、ワイワイ用のですね、ワイワイ用のこれ、ワイワイ用のロールケーキと、昨日ね、土地を買わせていただいた、方の感謝のご神物を買わさせていただきました。うっす、お土産、はい、これで来たんですね。お疲れさんです。あ、お疲れさんです。お、回ってるすごい。フィアットルパン三世みたいなですね。僕の読みでは飲み物の差し入れがあると思ってロールケーキ買ってきたんですけど、上には上がいましたねワッサンをもう山ほど買ってきたさすがワッサン。まあなんか言うもたらカッサン言わへんかった今。カッサンちゃんに、ああ言ってた、そこでかいのあったの買ってますからね。カトカ流カブはもう全部ヘッドライト黄色っていうのがもう、はいはい、なってるんで、もうお願いいたします。イエローライトに、いいですね。これだけちょっとこうナウなヤングな感じが出ますからね。変わりました。それもブタキムさんのヘルメット大丈夫かな思ってるけど俺あ、僕は全然大丈夫。いやいや大丈夫じゃないと思う完全にこっち来てるけども。ナイスモンキーさんからこの JA10 のカブのサスもらったんで交換したいと思います、一応プレスカブのサスになって調子は良くなったんですけど、長さはね微妙にほんのちょっと長いんですけど、多分つくと思うんでつけてみたいと思います。ワズさんが多分長さちゃうから、いやそれをなんとかつけるんです。なんとかで、あーやっぱだいぶ長いな。つけました JA10 そして今完成しました。イエローライトになりました。おお、なんかちょっとナウなヤングになった気がする。乗り心地はどんどん、あぶね、いや乗り心地絶対いいはずでしょ、これはもう帰る時にかな。あね、白に白が全然わかんない。さあ、チャンネルの皆さんのステッカーを貼りました。エムズさんも貼りましたよ。これちょっとハンバーガー屋さん、これの兄弟車あるじゃないですか、高一さんが買ったやつ、あれ動かすときも全然エンジンかからんくて、キラ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 、ずっとキラ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 、そうですね。門川さんの家が博覧会みたいになってます。そしてここが飲食スペースです。飲み物、食べ物、困りません。ありがとうございます。
畑の真ん中にいろんなバイクがあります。これ食べれるんすか？ワンちゃん、カトカさんからお礼もらいました。こっちで売ってますかね？売ってたら。いやそんなお土産まであるんですか？いやそんなもう恐縮です。ありがとうございます。プレゼント交換会が終わりました。はい、今日はオンエアしない、闇の部分でですね、真剣、50代喋り場、2時間ぐらい喋りましてですね、内容の濃い1日になってですね、参加した車両もですね、元コンポからもう株からね、はい、シャリーからたくさんありがとうございました。もうかなり充実したミーティングが楽しかったです。で帰りね、このサスの乗り心地もインプレして帰りたいと思ってます。イエローバルブが良かったですね。ナイスさん、サスありがとうございました。ありがとうございました。 JA14 ありがとうございます。ちょっと帰りインプレして帰りますんで、このアビーのね進展も今後楽しみです。野獣ハクさん、帰りちょっと気をつけてあげてくださいね。今日ありがとうございました。楽しかったです。ブタキムさんの元コンポの積載が心配になりますね。さあそれでは行こうかな。よいしょ。おもうこの時点です、もうサスの動きがちゃいますよ。 JA10 のサスの動きがちゃいます。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。変わったんです、変わったんです。ありがとうございました。すいません。嘘やん。なかった？俺が重たいだけじゃない？入ってない？少ない？3キロぐらい入れてみましょうか。そんな破裂するやん。なんで3キロやねん。すぐ動画上げますんで。それでは、全然ちゃうわ、全然違う、全然違う。やっぱ空気入ってなかったんやな。もう全然転がり方がちゃいますわ。はい、ということで、今回ですね、カトカさんの、ガレージですね、ワイワイサタデー、スペシャル版と称してみんなで集まりました。結構も動画回してないところで深い話、はい、真剣10代喋り場じゃないんですけど、僕が提案してですね、一人一人いろんな意見を聞いて、いやそのあたりの、まあ、言葉は生配信でねまた喋りたいなとは思うんですけども、なんかやっぱりこう実際やって喋れることで分かることみたいなのがね結構あったり、もうバイクのことだけじゃなくて、まあ、YouTube のチャンネル話とか結構濃い話ができました、で、まあ念願のですね、ちょっとそのテコ入れ、まあ、サスもね JA10 かのサス提供してもらったナイスモンキーさんありがとうございます。そして、イエローのライトにしてもらったカトカさんありがとうございます。帰り空気入ってないよって言ってくれたみんなありがとうございます。 JA10 のサスいいっすね。なんかやっぱ結局プレスカーブのサスも入れて、今これも入れて、やっぱ思うことはやっぱり今までのサス経年劣化ちょっとやっぱしてたんでしょうね。こう例えばこれギャップをやれてドゥワンってなったらドゥワン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 ってなってたんですよ。それがやっぱりサス変えただけでドゥワンだけで終わるっていうね、ふわふわしなくなったっていうのはすごくサスの変えた意味があったなみたいな、はい。でまあちょっとプレスカブは青やったんで、この JA10 のこの全部メッキ調というかシルバーのね感じが大変気に入りまして、
まあ、90cc のバイクですけど110のね差数をつけれるっていう意味で言うとありがとうございます。上位互換というか、はい、ありがとうございます。なんかパワーアップしてる気がします。はい、ということでおまけ動画でちょっと JA10 の差数の感想をお話しさせていただきました。ちょっとねノーマルよりも、ちょっとほんのちょっとだけ背が高い JA10 の差数いいでございますね。いいでございます。つけたからといってセンタースタンドを上げた時になんかリアタイヤが接触してるってこともないですし流用可能でございます。コストンチャンネル。スーパーモレが1台2台
3台とあります。でこれとこれは大体同じやつなんです。 FA14B ってやつなんです。でこれが FA14A。 そうそうなんですよ。これは FA14B なんですよね。これは FA14A っていうちょっと珍しい漏れなんですよね。だからこっちスーパー漏れじゃないですか。スーパー漏れ、これはただの漏れなんですよ。マフラーの形状とかも違うし、さすが2本ついてます。さすが2本ついてます。でこれチョークないでしょ。チョークあるでしょ。ほらこれ鈴木ハイのやつと流用できる可能性ありますよ。これだ、これはね、そういう意味ではハイの部品取りとして貴重ですよね。でここのケースあるじゃないですか。これがハイとほぼ一緒っていう、このケースが向こうと全然違うんですよ、形がね、うん、それがいいところ。でこの辺ハイと互換性あるから、この辺も使えますよね。ここの感覚も一緒ですね。あの CDI です。この CDI、 あの CDI が貴重なんですよ。あれだけで1万5000円ぐらいの価値あります、火花出れば。はい、なのでこれが動こうが動かまいがですね、これにはやっぱり価値があるんですよね。鈴木ハイと互換性があるんで、はい、はい、ということでですね、 FA14A の漏れっていうのは、まあ、大概みんな見てるのは 14B なんですけど、 14A は初期なんですよ。珍しいというお話でございました。